皆様こんにちは。今日はイクラのいいのが手に入りました。醤油漬けを作ってみたいと思います。はい、こちらのイクラです。粒々が大きくてとってもいいイクラです。ボウルに小さじを半分ほど入れ、ぬるま湯が手が入るくらいのぬるま湯ですね、それをボウルに入れて、この中にこちらのイクラを入れます。薄皮がしっかりついているので、これを一粒一粒剥がします。これを後できれいにします。一粒ずつ剥がれたようです。次にその水を捨てて、こちらの水道水で薄皮がきれいに剥がれるまで何度も何度も水洗いをします。私は20回以上この動作を繰り返しますが、薄皮が残っていると後でお口の中で触ります。このような薄皮がご覧にいただけますか。だいぶ出てきました。きれいに取り除きます。取り除きましたら、水気をよく切って、このようにきれいなイクラが出来上がりました。これをだし醤油につけていきたいと思います。ボウルにですね、塩を小さじ半分ほど入れます。お酒を小さじ1杯です。はい、入れます。次に白だし醤油ですね。これは大さじ2杯入ります。お醤油です。濃い口です。小さじ1杯ほど入ります。これは色が鮮やかになるようです。これをよく混ぜまして、先ほどから出番を待ってます。イクラを入れます。よくこれを混ぜ合わせまして、1日2日寝かせておきます。冷蔵庫ですね。美味しい赤い綺麗なイクラが出来上がります。いかがですか？